バイナリ時計は時刻の数値を日地方で表示する時計。表示する時刻自体は伝統的な60進法などによるものである。当初は時刻を2進化十心進表現で表示する形式であったが後にバイナリ表示を行う時計も登場した。ほとんどのバイナリ時計はデジタルタイプであるがアナログタイプも存在する。PCD 時計の読み方。 各列ごとの和が6桁の重心表記の各桁に対応する。時間、分、秒ごとに2桁で表される。2008年現在、最も一般的なバイナリ時計は6列4行で、それぞれ1カレーの並びで表示される。各列が1つの桁を表す、日地下重心表現方式で BCD コードと呼ばれる。各列の再起行が20。 行が上がるごとにそれぞれ指数が増え、最上高で23になる。時刻は各桁の輪がそれぞれ左から2桁ごとに時間、分、秒を表す。バイナリ表示時計のタイムテクノロジー社の寒いムーン。時刻は3時25分。時間、分、秒それぞれそのまま一つの日地方で表す時計も存在する。バイナリ時計の電子回路。 時刻は13時49分37秒。ありがとうございます。